秋谷さんには頑張ってもらってもらう乗りました。めっちゃ上手やんか。あれはびしゃびしゃ。お願いします。こうなったら一番ベストってことですよね、うん。上がった時に、そうですね、また合成されるとさらにそう見える。あいいです、やったるね。やっちゃってください、まあ、サッカーでも結構ポジション取りが上手くて、あのそこら辺、まあ、モンスターハンターに結構ポジションとかっていうのを意識しながらこうアクションしたりとかしたりするんですか。そうですね、やっぱでもここにおったら当たらへんとかあるじゃないですか。あそうですね、はい、そういうのは、ね、はい、やっぱ気にしながら気にしながらやりますね。これ見て、あ、ちょっと終わりますよ全然違ったなこのカニ触りました。カニ触ったよちっちゃいカニが作ったねごめんなさい、大丈夫モサンが肉焼きあるのでそれをちょっと取ってもらったんですけど、どうですか。もうね、もう煙が見えましたね。さすがですねもう見えてたんですね。もうね、あのあれゲームやってても美味しそうに見えますもんね。あのすいませんでした、椅子破壊してヒップサービスということですいませんわすごいなあーやばい、危なかったよお願いします。お願いします。立ち上げてるからね。立ち上げてる、あの鉄棒あたりを見てることにする。見てください、後半がテニスボールで最初は鉄棒だね。ああ、そしたら鉄棒かもしれない。ありがとうございます。あのブログの方もね、あのちょっとねカロリーがね、あの低くても美味しそうなとかいっぱい書いてるけど、そうですよ、結構努力していろいろモサハンターやったら夜とかもね遅くなっちゃったりするから、そういう時にね、そうそう、ちょっとお腹空いた時とか結構みんなやりながら多分お菓子とかたくさんつまんでると思うんですよね。だから必ず今日はやるぞって決めたらどっかなんか買ってから家に帰るみたいなのでちょっとパッとになったりとかするんで、まあ、そういう人にも ね、ちょうどいい すすですよね、おつまみが ね、二次タイマタック今やってるよみたいな、ね、はい、またモサハンター 4G でもちょっと書いてくれたりとか、ぜひもらえるんですかね。もう中継します。あ、本当ですかオンラインであれやってるんで一般の人たちとかもね入ってきたらプレイできちゃうっていうことですよね。全然入ってきますよプルプルしてきて前ハンターナイフだったんであの時手ねじれそうでしたからね今日今回太ももなんで楽にしてください。ありがとうございます。今回はいこうちゃんとねでっかいやつを持ってやったんで充実感はすごいありました。足はちょっと、ね、やられましたけど、あのね、なかなか中腰が結構しんどいですね、はい、うわ、捕まれる、硬い、え、乗った乗ってる、いけたかも、オッケー、ナイス、乗った押しちゃってきました、ナイス、あ、取りました。これ、とどめひこのおさんにマジで、はい、よし、よー
疲れ様でした。